はいどうも、おばんです、鈴木です。ってことでね、あの乃木坂46ってこうダンス選抜だったり語彙読解力検定の選抜だったりとかっていう、なんかちょっと企画で出てきたえっていう選抜ってあるんですよ。そういうことで鈴木が勝手に勇者選抜、はい、勇者選抜っていうのはドラクエ9に出てくる初期の職業6ジョブがあるんですけど、それにこう現メンバーを当てはめて各ジョブ最強のメンバーを勝手に決めて勇者選抜パーティーを組みたいと思います。はい、ということでまず戦士ですね。戦士がこちらの面々になりまして、まあ、図形個人的にマイアンかカズミンでめちゃめちゃ悩んだんですよ。やっぱり戦士ってこう剣を持って盾を持って勇者っぽいじゃないですか。だからなんか主人公力の高いマイアン、こういろんなとこでねモデルだったりとか他のとこで第一線で活躍してたりだとかするんで、こうやっぱ勇者には主人公力が必要かなと思ったらマイアンとこう並んで、まあ、1位マイアン、2位カズミンって感じなんですよ。武闘家なんですけど、武闘家はやっぱりサユニャンかマッツン、こちらのね2人のメンバー、やっぱりサユニャンはサユレンジャーがあるからこう、ね、肉弾戦というかこうダバーバーみたいな、やっぱ特撮って結局肉弾戦、いや必殺のとこで剣とか使ったりもするけどね、キックなんですよね、どうしても。なんかなのでそこと、やっぱサユリンゴパンチ、もう一人のカズミンとかもサユリンゴパーンチとか言ってまあ出てきた高山さんなんですけど、よかったね。こう悩んで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 サユニャンかなと。サユニャンが武闘家1位でマッツンが2位、他のメンバーはこんな感じ。はい、続きまして盗賊なんですけど、盗賊ってすごい聞こえが悪いからこうメンバーを選ぶときにとってもとっても悩みました。こうパッと思ったとき、盗賊ってあの図形の中ではファイナルファンタジー10とか出てくるパインとかのイメージがあって、元気でなんかちょっと若い子みたいなイメージがあったんで、まあ、こういう感じで選ばせてもらって、で南ちゃんとレンカで悩んで、こうやっぱりレンカとかさ、あの3期生までやったら最年少メンバーでなんかこう元気でいつも笑ってるみたいなイメージがあるから、ちょっとその漬けの思う盗賊系のジョブのいいキャラのイメージとこうマッチしたんだけど、やっぱ南ちゃんのなんかこう取れちゃったって言ってるなんかこう天才肌系のシーフ盗賊、いやこれがねどうしても1位2位で南ちゃん廉価って感じでワンツー決めました。はい、次ここね、魔法使い正直混戦だった、アスカと真夏とね、これ悩んだんですよ。やっぱりね推しメンだからこう優遇されてるとこもあって、やっぱ真夏を選んだんですけど、真夏を魔法使い、まあズッキュンとかね、こう攻撃魔法っぽいじゃん、釣られてますし、私遠野にもズッキューンとなってますし、それとねなんとなくこの魔法使いと戦士ってこうなんかセットでなんか仲良かったりとか、なんかちょっとなんだろうな、こうわちゃわちゃしたりとかいうのがあって、だったらもうのような存在の新しいシングルでマイアンとアスカの曲が出てるからそっちだろうって言うんけど、やっぱりあの黒石さんと怒られる真夏っていうコンビネーションが好きすぎるので、ここは真夏を選びました。もちろん推しメンというただそれだけの加点もあるんですけど、はい、ということであとねもう一個悩んだジョブ、旅芸人っていうのがあって、結構ドラクエの攻略記事とか見ると器用貧乏みたいな書かれ方しちゃってるんですよ。まあパラメーターが全部育てやすいんで、もう言えば万能型なんですよ、何でもできちゃうみたいな。ってなったらこう何でもできちゃう系のメンバー、これいくちゃんでしょ。ここはねダントツいくちゃんってきて、万能系やっぱりこう年長メンバーのマイチュンって感じで来たんですよ。でワンツーなんですけど、はい、最後にこうヒーラーですね。もうねヒーラーといえばなんか癒し系ですよ、癒し系だなと思うメンバーをこうパッと集めてリストにさせていただきました。でね癒し系包み込んでくれる系っつったらなんかひなちまのイメージあったんですよ。であとなんかしーちゃん、弱々しい感じのヒーラーっていうイメージもこうヒーラーのイメージがあって、だったらくぼちゃん、この2人で悩んだけど、やっぱり包み込んでくれる系のイメージがより強いひなちまをね1位、くぼちゃんを2位って感じさせていただきました。だから漬けの思う勇者選抜はこちらです。はい、もうねこれはね北大路欣也に勝てます。
竜王に勝ってちゃいます。このメンバーだったら。